プレミアムアウリー級 RS なんですけども、サイズがなんと上は4号ですね、 3.5 号、3号、2.5 号と最強のラインナップになってます。いきなり全部ありますそれでまず4号ですね、どういった時にっていう、まあ、当然あのディープエリアとか春イカシーズンなんかにこちらの方使っていただくとね、ボディも大きいんでそれ分にアピール度は高いです。 3.5 号もうオールマイティですね、秋の終盤とか、春ですね、アピール度が高すぎる4号に比べて 3.5 号は、まあ、違和感なく乗せてこれる、まあ、オールマイティの大きさになってます。それと3号、 3.5 号の時の秋の始まりとかですね、 3.5 号ではちょっと違和感を覚えるような時のサイズ、こちらの方ちょうどベストシーズンに、秋のベストシーズン、大きさ的に手のひらぐらいのサイズですね、を乗せたい時ならこちらの方を使ってもらうと大きいのが、一回り大きいのが狙えますしね。で 2.5 号、これなんかもう秋なんかに最高、爆鳥の大きさですよね。 2.5 号なんか釣るとね、もう大きいのから小さいのも全部取れますんでね、まあ小さすぎるのはね逃がしましょうよねまあ 2.5 号でもアピール度は全然あの変わりませんからね。まあこれだけプレミアムアウリー級 RS の中で 2.5 号だけがね、沈下速度がちょっと遅いんです。スローシンキングにはなるんですけれども、ですけどもあのスレイカーの時とかにこれを使ってもらうとバッチリになりますんでね、皆さんもぜひこのラインナップよろしくお願いします。プレミアムアウリー級 RS なんですけれども、沈下スピードがね一つだけちょっと違うんです。4号、 3.5 号、3号、こちらの方が1メートル沈むのに3秒で沈みますに対して 2.5 号なんですけども、これ1メートル沈むのに 3.9 秒とちょっとスローシンキングになります。秋以下にはね 3.9 秒っていうのはすごく大切なことでね、もうあの追ってきた小さいイカがねぎゅっと沈むのに対してぐっとこうこらえてしまうんですけども、 3.9 秒という速度がね一番捕まえやすい、ベイトフィッシュがちっちゃいですんでね、そういう時に使ってもらうとねいいです。これいいですよ本当に。